はい、どうもお疲れ様です。体の上での情報、そんなにね、たくさんバンバン回ってるわけではないんですけども、なんかね、その懸念点がね、私の読んでいる部分で見つかりましたんで、今回はですね、体の危機じゃないかと、2023年でエイダは失敗が位置づけられるんじゃないかなっていう切り口でお届けしようと思います。まあ何にしてもね、価格が今50円いくのかいかないのかっていうことを言ったり来たりして、なかなかね、1ドル水準にいかないですよね。100円1ドル水準になると、やっぱ体のエイダって感じがするんですけども、暗号通貨全体が回復に向かう中、なんで体のは置いてかれてるんでしょうか。独自の動きを見せているその理由は何なんでしょうか、ということで迫ってみようかと思います。一つ目の記事になりますけど、こういうふうに書いてますね。チャーリー3はプロジェクトが安全正確なデータをプラットフォームとユーザーに提供するためのフレームワークを整えた分散型ノードネットワークを提供しますと、まあこういうふうになってますね。で、リキッドは貸し手と借り手のために体の上に構築されたアルゴリズム、流動性プロトコルということですね。この辺は単語の定義なんで、別にこれをもって危機だやばいと言ってることはありません。で、この2つってのがエコシステムにとって大きな問題であるということなんですよ。問題ってのは一体どういうことなんでしょうか。いい方向で捉えたらいいんでしょうか、それとも良くないことなんでしょうかね。これは体のエコシステム全体にとって重要な機会であり、プロジェクトが体の完全な分散化を継続的に推進していることを示しているということで、前向きなんではないかなってことが分かります。ではね、いい情報がこうやって出てるのに、なんで現象としては悪い方向に進みそうなのかってことですよね。それが2枚目に書いてあるわけですけども、これちょっと難しいんですよね。説明しても多分そんなに十分理解していただけると思えないんですけども、リキッドの共同創設者であるなんとかかんとかによると、チャーリー3はメインネット上の体の初期の分散型オラクルインフラスクチャーであり、このプロトコルを構築した有能な開発者と協力していても、分かんないでしょ。まあでも体のっていうのはデファイってものにもきちんと研究を進めてますし、プロジェクトは進んでるよっていうことと、確かにね、数年前の体の盛り上がりに比べると今はちょっと地味なんですよね。で、暗号通貨全体が地味の中で、暗号通貨全体が今ね、価格を戻してる時に、なんか体のだけ思ったように動いてないんですよね。それこそイーサリアムの共同開発者チャールズ・ホスキンソンさん、それを超える通貨を作ったというふうにね言ったあれには、体のってのは確かに上位に食い込んですごいんですけども、一体私たちの暮らしにどのように広がってきてるのかってことが分かりにくいですよね。まあそのあたりもこういうふうな難しいことの中に含まれてるのかもしれませんけども、すごくマニアックなねところでは進めてるのかもしれませんけど、私たちの暮らしとか金融に関わってこないっていうのが、まあ、いまいち解せないところかなと思います。数日前、リキッドは取引企業をこれまでに最も使用された体のデファイプロトコルであると述べたということですね。まあ、これは分からないでもないです。そして、新しい概念、NFT ですけども、体のも当然ですけども、NFT に関わってきています。体のダップスによると、トランザクションに関して主要なプロトコルは NFT マーケットプレイスだそうですよね。確かに、NFT の業界でもブロックチェーンによってですね、体のっていうのは非常に使いやすいものになってきました。で、ステーキングのことも最後書いてますけども、90億ドルでステーキング率は 66% ですよと。これについて、これがいい方向に向かってるのか悪い方向に向かってるのかってことが、いまいち記事の中では語られてないってことがね、ちょっと私としてはいまいち不満だなってことです。そして結論として結ばれてるのが、エイダ価格は過激を書いてるということなんですよ。これはね、私も十分理解してるところなんですけども、体のエイダの価格は過去2ヶ月間あまり反応してないんですよ。確かに 0.4 ドルを超えるに苦戦している。50円前後ですよね。5円ぐらいですか。で、コイン月光によると、体のはこの日なんとかかんとかで下落してって書いてますけども、こういう細かい動きはいいんですよ。実際これからどうなっていくのかと、体のはなんでダメになったのかってことなんですけども、体のは2021年9月の最高額から 87% の下落。そう、当時はね、いい金額でしたよね。あそこで決済して裏抜けたら人が、まあ今ちょっとね、いい感じになってるんじゃないかなと思いますけどね。で、コイン月光の記事をちょっと読んでみましょうか。コイン月光。これですね。記事ってほどでもないんですけども、体の価格は4月8日朝4時の時点で50円ということですよね。50.75。過去90日では、まあ、なかった価格ではないかなってことですよね。
で180日では、60円台の回復にはまだ遠いかなってところです。そして1年前の今日はどうだったでしょうかということで、1年前と比べてもだいぶ価格が下がってるままになってますね。私たちがすることといえば、体のたくさん買って価格を上げるか、たくさん市場に買ってもらうために体のを買いましょうっていうふうにね、拡散していくことかなと思いますけどもね。はい、私も引き続き動画を通じて体のをいろんな人に知らせていこうと思います。それではお疲れ様です。